言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。今回もビーフパースの話になりますけど、1個前でメニュー101についての話を語っています。この動画についてはおそらく上げるのは朝になっていると思いますが、メニューを見た後でもろもろエモいことがあってね、それについて語ろうと思っています。今回語ることだけじゃなくて、さらにエモいことがあったもんで、それも語りたいんだけどね。やっぱりこう、いや、BE:FIRSTはね、なんていうのか、とにかくいろんなことに意味があるんじゃないかって思わせるぐらいに、いろいろなことが重なってくるし、それが偶然じゃないんじゃないかって思わせるような、そういうのがあってですね、なんか彼らが本当にすごいミッションを持ってこの世界に生まれたんだろうなっていうところをいろんな観点から見る感じになってきましてね。はい、それが素晴らしいと思ってます。改めて今回まずね、そうだな、レオ君の誕生日から語りましょうか。レオ君がね、26歳の誕生日ということでございまして、まあ、とにかくなんていうのかな、もうジュノン君もそうだけれどね、もうとにかく25過ぎましてね、これからさらに成熟していくっていうところになってきますが、本当に彼はありがたい存在だなと改めて思うわけですよ。この画像のところにね、サインでね、逆から読んでも俺はレオみたいな感じで書いてあるんですけどね、そういうところの部分もそうだけど、ただね、あれなんですよね、私がレオくんをね、結構レオくんより、ソーダくんレオくんよりみたいな感じになってるところってありますけど、もちろん BE:FIRST 7人全員好きなんですけど、自分の感情だったりとか、もろもろ憧れだったりとか、いろいろな要素があるけど、その中でソーダレオという存在が自分のメンタリティとかに近いっていうとおこがましいので、私が目指している、あるいは目指していた、そういう存在だなっていうのを感じることが多くてね。はい、レオという存在というか、あんな優しくなりたかったし、ソータという存在、あんなかっこいい存在になりたかったし、もちろんみんな優しいしみんなかっこいいんだけどね、一番最初にそういう浮かぶのが私の場合はそこなんですよね。それはもちろん人によって考え方違うと思う。レオくんに関してはですね、とにかく全てのところに気遣いをしてくれて、ご本人の悩みとかもあったと思うし、初期の方だったと思いますけど、どこかのタイミングでレオくんがスカイハイ社長に結構なんかこうガーって感じで言って、そういう風なちょっとこうね、言い合いじゃないけど、そういう風に言っちゃったみたいなところがあったって話をしてた時期があって、そういうのも受け入れてくれてみたいなところも聞いてて、なんかそういうところとかも悩みとか、おそらくは彼自身自分になかなか自信持てなかったって話も含めて、そこも自分、私もそういうところあったので、彼のようなすごい人でもそうなんだなって改めて思ったりもすることもあるんだけど、ザ・ファーストの時からね、本当に主人公感が強かったっていうか、なんかそのみんなのお兄ちゃんとしてね、まあ翔太君とかねいるけど、もちろんね、でもとにかくそういう感じでやってくれてたのをね思い出しますしね。でとにかく今後も世界に彼らが BE:FIRSTは行くっていう時に、レオという存在が絶対に必要ですから、それが本当にね、自信持って自覚して言えるようになったというところがすごいことだと思ってます。はい、というわけでね、レオくんの誕生日、ちょっとね熱が入ってしまいますね、なかなか、まあそうなってしまうんですよこれはね、っていうことです。そしてソータくんがアナザースカイ出ますね、次回ということで。ただ私、そのアナザースカイって番組をちゃんと見たことがおそらくはなくて、なんかのタイミングで見たことはあるかもしれないけど、意識して見たことはないし、まさか自分の推しグルの BE:FIRSTが出るというか、まあソータくんだけどね、出るというか、そう、ソータくんだけどねと言ったけど、あの推しグルが出るとも言いましたけど、まさにそうなんですよ。サムネではですね、まあアナザースカイと言いますか、ソータくんの出るあの番組に朗報っていう感じで書いてると思いますが、スタジオに7人来るそうです、ソータくん含めて。当然そのアメリカのアリゾナ州で、あの赤い岩のところにいて旅をしているソータくんは以前にロケをしたんだと思いますが、なんていうか、
7人がスタジオにいる状態で、あとナビゲーターが八木里香子さんということではあるということだから、つまりスタジオに八木里香子さんいるということですよね。八木里香子さんは以前蒼太くんがねダンサー総鎮時代に、まあその新人としてもうバッとこれから行く八木さん、八木里香子さんと一緒にというか、そのダンスと言いますか CM ね一緒にやってっていうところで、以前のラジオの対談でも話してましたしね、そこの共演っていうところもあってとてもエモいですよね。はい。で7人スタジオに登場というところもさらにエモいし、非常にありがたい話ですね。またいろんな話が聞けるんじゃないかと思ってますし、彼ら BE:FIRST の話は非常に面白くてためになります。すごく年下の子たちではあるんだけど、人間ってのはそういうのは関係ありませんね。おそらくなんですけど、まあ仏教とかそういったところを私はある程度信じている方なので、輪廻転生とかの話で、私自身が人間だったりとかそういう存在何回目かは分かりませんし、それはもちろんみんな分かるはずないんだけど、 BE:FIRST の7人は本当にいろいろな、今までもう何十回といろんなことをやってきたんだろうなって気がしてますからね。人間としてだったりとか、あるいは人間より高度な存在としてやってきていて、今回は人として生まれ落ちているっていう、そういう形かもしれません。いろんな理由があってね、ね、仏教話になっちゃうからこの辺にしときますけどね。そういうことも感じるぐらいに、だからその年の若い彼らから非常に学ぶところが多くて、それが非常に心地よいんですよね。学ぶっていうと硬くなっちゃうけど、そうではないので、そういう次元の話ではないと言いますか、はい、っていうことです。アリゾナのね、あの赤い岩のところにいる蒼太くん、本当に神秘的でしたね。はい、これ前も話したけど、日本は神道があって、仏教だか神道だかいろんなこと言ってるけど、神道の考えとか八百万の神というのがいてですね、それで岩だったりとか、そういうまあ感情を持たないとか生物ではないところにも神の存在を感じてっていうところで、うん、あのアメリカのアリゾナの渓谷、岩の山にはそういうのを感じるような気がしますよね。はい、ということです。いや、まあそんな感じで語らせていただきましたね。まあとにかくレオくんの誕生日と蒼太くんの番組に7人出るということでね、楽しみですね。アナザースカイもね、あのですね、チャイナフェスに行っていたりとか、ベニュー番号1が楽しみすぎてもろもろのことを忘れてですね、もう0時40分なんですけれど、今ちょうど見てます。あのドーム公演、東京ドーム2日間申し込んでたんですが、1月8日と1月9日、今ちょうどローチ系で来てるのを発見して、もう何時間前かで来てるな、もう昨日になってるわ。1月8日1月9日両日当選しました。通って言っちゃったな今な当選しました。第一希望で S 席で当選しました。ありがたいです本当に。いや、いろいろと素晴らしいことでございますね。よかったです。とにかく2日間ね、そうですね、まあ2日間、そうだな、ちょっと考えてるんですが、どのぐらい皆さん行かれるんですかね。実際その1月の正月終わったばっかりで、平日なもんですから、なんかやっぱりね、うん、ちゃんとそこも埋めたいなっていうところあるんで、まあ一応両方休みは取れると思うんですけどもね、ちょっとどうするかは分かりません。でアップグレード席というのがねありますものね。で片方 S で片方アップグレードできればそうしたいかなって思ってはいますね。3万円というのはなかなかですが、ただまあ日本はそれでもね、結局コンサートチケット安い方で、今ってやっぱりそのコンサートチケットとかもすごく高くなってるというか、機材とか使うのがねやっぱりなってるんで、まあそこはね私はそれでいいと思ってます。まだまだ全然安い方だと思ってますよ。あ、まあこれは人によって考えると違うから、あんまりいろんなこと言わない方がいいですね。はい、まあそんな感じでございます。当選しましたということでね、ちょっと本当にいろいろと情報がたくさんあって、うん、冒頭で語ったエモい話もあるんだけども、すごいことになってきてますね。はい、
まあ、とにかくそういったものがいろいろとあるわけだけど、やっぱりこういうのがあるから BE:FIRST のファンをやってると、ベスティをやってるとすごいいろんな感情にさせてもらえるもんだからねっていうのを改めて感じますね。はい、というわけでちょっと最後追加で撮らせてもらってますけれども、そんな感じでございました。だからまとめますと、レオくんの誕生日、ソータくんのアナザースカイ、BE:FIRST メンバー7人がスタジオにみんなで出る、八木莉可子さんとソータくんの共演で、私自身の話だけど、ドーム公演2日間当選しましたということで、きっと語れると思いますので、来年の楽しみができましたね。頑張って仕事しないとな。はい、それもちょっと思ってますけど、はい、そんな感じです。はい、ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部、グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私グランパンパース、現在登録者数3万人を目指しております。もともとはね、こだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP、ボーイズグループ中心ですが、J-POP を世界にっていうことで、それを標榜してやっております。で、その時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで。そうした時に登録者数が多い方が、やっぱ説得力があって、皆さん来やすいというところもあるので、なので、自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていうふうに決めました。はい。2万人達成して3万人目指しています。で、登録に関してなんですけれども、登録していただいても、もちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も、私などに通知は来ませんので安心していただければと思います。で、登録をしても変なサイトに誘導されたりとか、そういうことは一切ございませんので、安心して登録していただければと思います。で、もし一度登録したけど解除したんだけど、また登録してやろうかなって思った方は、もしよかったらまたお願いできればと思っています。はい。で、もう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、コンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますように、モチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは、失礼します。